トレッキングって難しそう。そんな心配は無用です。今回は初心者でも気軽に楽しめる久留米宝羅山オルレコースをご紹介。さあ、魅力たっぷりの冒険にレッツゴー。まずオルレって聞いたことありますか？実は韓国のチェジュ島から始まったトレッキングコースのことなんです。今回歩くのはその姉妹版久留米宝羅山コースです。自然を五感で楽しみながらのんびりゆっくり歩くのが魅力なんですよ。そうなんですね。今日はとっても楽しみです。はい、今立っているのが JR 久留米大学前駅です。こちらが久留米宝羅山コースのスタート地点になります。あ、ここがスタート地点になるんですね。今さん、じゃあそれじゃあ早速行きましょうよ。ちょっと待ってください。まずはオルレの歩き方がありますので、はい、そちらを紹介します。こちらへ来てください。はい、今さん、ここにですね、あのカートオブジェがあるんですけど、これは何ですか？これが目的地の方向を指し示す目印になっているんです。あ、こっち向きっていうこと？そうです。目印は全部で3つあり、こちらは馬のオブジェの完成です。馬の頭が進む方向の矢印になっているんですよ。みんなこっちだよ、迷わないでね。次は木製の矢印です。青い矢印が進むべき方向を指し示しています。どっちに行くか迷ったら私にお任せ。最後はリボンです。木の枝に巻かれた赤と青のリボンがあなたを正しい道へと導きます。風をなびく私を見て迷わず進んでね。オルレの歩き方を教わったところでいよいよ出発です。久留米宝羅山コースはおよそ 8.6 キロのトレッキングコース。市街地をしばらく歩くと宝羅大社の参道にたどり着きます。歴史ある石畳を歩いていくとツツジ、アジサイ、紅葉など四季折々の花を楽しむことができます。自然と歴史、美しい景観が融合した久留米ならではの魅力が詰まったコースです。最初にやってきた注目ポイントはこちら。その名も恋実る展望台です。こちらは宝羅山の山頂近くにある展望台。豊かな照葉樹林の平らな道の先にそれはあります。お、皆さん見てください、はい、すごい絶景がありますよ。そうでしょう。この眺めは格別なんですよ。特にこの展望台は恋が叶うっていう噂があるんです。本当ですか？はい、だからここに来るとみんな願い事をしたり記念写真を撮ったりするんです。本当ですか？じゃあ私も何かお願い事しようかな。何お願いされたんですか？もうそれはもう内緒ですよ。叶うといいですね。ここは九州オルレ久留米宝羅山コースのちょうど折り返し地点です。そして到着、こちらが奥の院です。いや、とっても神秘的な雰囲気の場所ですね。すごいです。ここが宝羅山のパワースポットとも呼ばれている場所なんです。静かな空間で心を落ち着かせてみましょう。またこちらは霊水が湧く聖地で、諸願成就の神として現在も虎の日には多数の参拝者が訪れています。さて、次にやってきたのは宝羅大社のすぐ下にある茶屋望郷亭。店内から久留米市内を一望できる絶景ポイントでもあります。今さん、とっても美味しそうですね。はい、このところで手作りで歯ごたえが最高なんです。いよいよ九州オルレ久留米宝羅山コースのゴール地点 JR 新駅に到着しました。
今さんついにゴールしました。ゴールして到着しましたね。達成感すごいですね。お疲れ様でした。実際歩いてみてどうでしたか？うん、やっぱコースの途中にパワースポットもあったし、はいはい、ね、美味しいところ店も食べられたし、はい、もうすごい大満足でした。よかったです。久留米甲羅山コースをより楽しんでもらうためにガイドツアーもあるんです。そうなんですね。では詳しく教えてください。はい、甲羅大社の歴史についてガイドの方の説明を聞きながら自然も楽しみたいという方にぜひお勧めしています。料金は1団体につき5000円で事前予約が必要です。お問い合わせ先は甲羅山観光ボランティアガイドの会事務局になりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。はい、ということで今回は九州オルレ久留米甲羅山コースを紹介しました。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。それではさよなら。さよなら。